5時から5時半までは歌のアルバムの時間です。今朝は水曜日。水曜の朝に皆様にお届けするアルバムは千春由美子の花の演歌女子力です。朝からディープな女子トークをお届けします。さあ、歌のアルバムが今から開きます。この番組は悟空、日健ホーム、カラオケラウンジマイカの提供でお送りします。今週も始まりました、千春由美子の花の演歌女子力。この番組は酒井千春、八木由美子でお送りします。おはようございます。ただいま聞いていただいた曲は私八木由美子で女花です。はい、今日もですね、素敵なお客様に来ていただいております、はい、麻生恵子さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
ということですね、今日は5月11日、はい、何の日かというと、はい、長良川の鵜飼開き、鵜飼ね、長良川鵜飼、鵜飼開きました。ここからここから始まるっていうことね、はい、5月 10月の15日までやられてるそうなんですけど、ね、結構長いんですね、はい、あのいいですよね、こうなんか風情があって、はい、川面に浮かんで ね、こう日が当たってこ ここでね、前私見た時は能も、うん、能やってたんですよ、船の上で、船の上で見ました、そ素敵ですね、よかったですよ。あ、そうですか、今はやってないんですか、まあ、まあどうなんでしょうね、その時その時 あのイベントとかでやるのかもしれないですけどね。恵子さんは乗ったことあります？行ったことありますよ。あります、あの私のね、うん、住んでる埼玉県のファンの方に来てもらって、うんうん、その時に初めて行きました。あら、うん、いいですね。よくね、あの長良川の曲が出ると、うん、カラオケにもね出てきますよね、はい、いろんな曲がありますけどね、うかいぶねって私の歌にはあるんですよねさすがね、やっぱり犬山、うんうん、あ長良川なんですけど犬山にもあるでしょ、犬山にも長良川、うん、あのそうなんですね、鵜飼がね、そう川とかね、鵜飼開き、あの犬山はね6月の1日かな、ちょっと遅めなんですね、そうなんです、で花見がね毎日上がるんですよ、 その時間になるとだいたい6時か7時ぐらいにね、あのパン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 、もうそんなに数は上がらないんですけど、鵜飼開きますよ。長良川もいいですよね。埼玉の方たちに、ね、来て興奮してましたね、うん、で皆さんとないんですか、埼玉に。ないです、ないです。ライン下りって言って船に乗って、あの険しいね、こう流れの強いところを行くところがあるんですけど、あの鵜飼はね全然雰囲気が違う。 あ、そうなんですか。そうです。で皆さんと一泊したんですよ、うん、その長良川のところのホテルに、はいはい、いいですよ、いいですね、なかなか近くだと行かないんですけどね、そういうのってありますね、わざわざ岐阜に泊まって、わかるなんか犬山に住んでて犬山城に登らないっていうのと、あ、そういうことですね、ありますね、近すぎて、はい、ということで今日もですね、あのいっぱいお話を聞かせていただきますので、よろしくお願いいたします。おかしなお菓子株式会社悟空、 QR コード付きせんべい、岐阜の名産品八乙せんべいをベースに販促品として喜んでもらえる商品です。チラシから食べれる広告へ、電話 050-5848-6383 まで。はい、それでは曲紹介ですね、麻生さん、はい、曲紹介お願いいたします。はい、有明一郎先生と麻生恵子がデュエットしてる曲です。ミッドナイト東京、聴いてください。消すに消せない古い傷跡は誰にもあるわ、私にもあるわ、瞳がとても二人で傷を癒し合い暮らしてみたい、あなたと二人で優しい君と一
りで暮らそう。ミッドナイト東京。FM ギフ。日見ホームの高橋です。家づくりで大切なことは作り手の心と責任感です。日見ホームにして本当に良かった。人に自慢したくなる家を作れ。これが我が社のモットーです。頑丈で安全な家づくりは私にお任せください。日見ホーム。はい、再びお客様を紹介いたします。麻生恵子さんです。おはようございます。ありがとうございます。先ほど、はい、ミッドナイト東京デュエットでね聞かせてもらいましたけども、素敵な曲で ね、 素敵な曲ですね。ありがとうございます。はい、こう歌詞に、はい、なんかね、隠されてた部分があるって聞いたんですけど、はい、今日はそれを皆さんに教えちゃおうかなと思ってるんですけど、はいはい、まず一番の頭がけで始まるんですね。はい、2番がい、3番がこ、はい、合わせてけいこ。これはねやっぱり CD を買っていただかないと。ありがとうございます。ね、じっくり聞いていただいて、はい、有明先生がいろんな方の名前をね、うん、歌い手の名前を多いんです、ね、そう、有田雅人だったら、うん、マーサーとにしたり、うんうん、私だけなくてずっと言ってたんですけどやっとできました。念願の。それも恋物語の歌でね。やっぱり年数がね結構先生と長くこうお付き合いしていらっしゃる、お付き合いお付き合いていたらですじゃあ今ね一瞬ユーミコっていう、はい、曲ができるのは何年先かなとかって、いやもう言ったらすぐ作っていただけますよ。思っちゃったのでね。本当本当、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに麻生さんって どういう風でこのお名前別に本名があるかと思うんですけど、うん、はい、そうか、うん、本名とね変えたのはね、うん、茨城県の麻生町というところで生まれたんですね。で父も母も農家で子沢山で親戚が多いんですね。で親戚に応援してもらおうと思ってその麻生町の麻生を取って、恵子は赤ちゃんの時から恵子ちゃんなんですけどね。あ、じゃあ恵子っていうのが本名、本名なんですか。はい、そうです。ですか。で地名を取ってという感じで、はい、そうですね。で育ちは埼玉県の川越市というところなんですけど、うもう本当あちこち、はい、あそうね、こうふるさとがいっぱいある、ね、そうですね。いいですね。幅広くおかげさまでですね、岐阜に来るようになって8年になるんですけど、はいはい、なんかお父さんみたいなお母さんみたいな方が少しずつですけどね、はい、増えてきて、すごいすごい、最近おかえりとか言われるといいのかしらと思うんですけどね、うん、嬉しいですね。じゃあ恵子さんのふるさと本当のふるさとっていうのはどこにあるんですか。はい、うん、今は埼玉県の川越ですね。そちらがそして歌のふるさとが岐阜県羽島市、うん、まあ、第二のふるさとという感じですね。そうですね、はい、お忙しいと思いますけど、はい、恋の歌が、ね、多いんですよね。だから忙しい中で、うん、はい、なんかこう恋とかしてるのかなと思いつつね、はい、聞きたいですね、うん、姉さん、ね、女子トークでございますからね、うん、ここはちょっとね急にね、ま、顔が熱くなってきました。どうしよう。じゃあ初恋、ね、あ、初恋、それはね素直に言えるんですけど、いくつ、17歳の時、あ、そう、毎日ねその彼に会ってたんですけど、うん、お弁当を作って紅葉を見に行ったりとか、うん、はい、そのねお弁当のメニューをねお母さんと相談して、あら、まあ、卵焼き作ったりとかね、唐揚げ作ったりとか、時には手伝ってもらって、まるで全部自分が作ったような顔して持って行ったことありますね。あ、そうなんです、うん、ピュアな感じで、ピュアピュアピュアいいです ねそんな経験ある。お弁当持ってたことはないですね。ちいちゃん初恋、初恋はですね、うん、あなた初恋紙芝居歌ってるじゃん。中学校か高校です、うん、一緒に歌をやってた歌の上手な男の子でした。あ、やっぱりね、これ誰か聞いたらバレちゃうかもしれないですけど、そうなんだ、ね、そうなんかすごい、みんな憧れちゃった。10代なんだ、ね、そう、私小学校1年生の、まあ、おませちゃん、ちょっと早すぎる、おませちゃんそれってでもなんか好きという感情違う気がしますけどね。いやでも本当に小学校の時でもう本当に好きでしょうがなくて、毎日一緒にこう遊んでた男の子がいて、あ、じゃあ決まってた人がいたんですね。そう、もうツーショットでいつも小学校1年生がツーショットで遊んで、その子がね
引っ越してっちゃったんです。ある日突然、それでもう涙流してその家の前でかわいい泣いたのが初めて。いいですね、うん、私ね小学校の時はどっちかっていうといいなと思ったら、うん、私ね誰々ちゃん好きなのってもうみんなに告白しまって言ってて、うん、それ恥ずかしい。クラスの子半分ぐらいみんな俺のこと好きなんだと思ってたかもすごいね中学校になって、うん、でねあの編み物、雨の日に自分で作ったマフラーを持って、雨の日に傘をさして彼の家に持って行ったの、そしたらお母さんが出てきて何って言われてもうショーンってなって帰ってきて、でバレンタインデーがもうすぐだったから、はい、チョコレートとチョコレートマフラーを持って待ち合わせをして、やっと渡せたの。結構聞いたら掘り出したら結構あるじゃないですか。いろいろねえ。ねえそのこう夢中にこう追いかけるタイプですかね。ねえ。こう一生懸命尽くしちゃう感じ。あ、そうなんだ。だから。ご接せお弁当かもしれないですね。ちょっとチラッと聞いたんですけど。え、何かあった？血液型がね、あのけいこさんと私一緒なのよ。そうなんです。そう。B、A、AB 型ね。A型とか言われるんですけど。そう、私も言われるときは。私 AB 型なんです。そうなの。A 型。ね、ヤギさんも AB だったんだ。そうなの。その今日初めて。はい。はい。はい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 。え、AB 型の人は尽くすってことですか？でもえ、そうじゃない。そうじゃない。その真顔言葉られても。その AB 型っていうのあのね みんなが勘違いしてるのね。なんか。AB 型っていうのはなくて A が出たり B が出たりするから AB 型なのよっていつも言います、でも羨ましい感じもしますけどね。あ、本当ですか？ AB 型はね分からんって言われる。 A型はちょっと器用なところとか几帳面があって、おならしいところ。 B型はこだわり派、こうなんかちょっと人懐っこいそういうところが、こうだからこういいところだけこう出たらいいですよね、あ、そうですよね、それはあるかな。私二重人格とか言われると、あ、それもいいかなと思って。でもよく言われます、私も。AB 型っていうだけで、二重人格だねって言われるんです。でもね、A と B 両方の文字があるから、そうなんだ、言われてもしょうがないかなみたいな。そういう日があるのよ。A が出た。たまに AB 型は頭がいいとか言う人がいるから、だって頭良くないですか。ちょっと待って、私は違うよなって否定してます。あの計算高いというか。え、計算高いですか？全然ダメ。帳簿自分で作ってつけた。それはお金の計算ですよね。それ計算違い。計算違い。まあ、そうなんだ。はい、ということでですね、曲紹介お願いいたします。はい、はい。今ね、初恋の話をしたんですけど、そろそろ素敵な女性の歌を歌ってほしいということで、いただきました。はい、女の枕、聞いてください。ください女の心、寝ても覚めても苦しいの、知らず知らずに濡れている私の枕、朝が来たとて誰にも見せられないわ、
あなたに迷惑かけたくないと受話器取ったり戻したり夜のドラマが罪なのよ寂しく枕抱いて寝るのよあなたの身代わりだから一人で FM ギフ八木由美子のお店カラオケラウンジマイカ愛知県犬山市松本町 1-139 月曜から土曜の夜7時から12時までの営業電話番号 0568-62-4003番組も終盤になってきました、はい、あっという間でございましたけども麻生さんいかがでしたか。はい今日もね楽しくおしゃべりさせていただきました。ありがとうございます。なんか引っ張り出していただいた感じでしたね。はいちょっと違った一面をね、はい、聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速でございますけども麻生さんスケジュールお願いいたします。はい、まず5月の19日から、岩手県の方に行ってまいります。これはですね岩手県のアマちゃんで有名だった久慈というところがあるんですけど、そちらで、パーティーがありまして、師匠と私が、ゲストということでお招きいただいてます。そして、6月の26日は有明先生の、曲の、パーティーがありまして山梨県は甲府の方ですね、それから6月30日は私東京の方でホテルでディナーショーがあります。頑張ります。はいぜひ皆さん行ってあげてください。はい八木さんスケジュールお願いいたします。はい、私の方はですね、7月の31日にエススタ歌謡フェスティバルというのをやらせていただきます。出演者は、ゲストは、上杉香織さん、半地奈さん、川野夏実さん、小桜舞子さん、瀬口優希さん、走り祐介さん、とっても豪華なメンバーの中で私八木由美子も歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。お問い合わせの方はカラオケスタジオ S スタ終わり店 0586-52-2933 0586-52-2933 までよろしくお願いいたします。はい、私ですね5月はクローズイベントが多いでございますので6月のご案内でございます。6月の4、5と、金山で手羽先サミットが行われます。そこの手羽先サミットで時間はまだ、詳しく聞いてないんですけども、歌います。そして、6月12日でございましてはじめましてコンサート、ひじりはじめさんを筆頭に日比野優子さん、そして、東京へもう何度も行きましたかのマイペースさん、そしてボランティア集団のてるてる座さんとかね、あのクラシックから演歌までこう幅広いジャンルで行われるコンサートでございます。チケットは1000円で、場所がソフトピアジャパンでございます。時間が12時半会場で開演が13時となっております。当日券だと1500円になりますので事前に連絡していただければ嬉しいかなと思います。連絡先は 090-1980-0927 090-1980-0927 です。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様に光のシャワーが降り注ぎますように。素敵な一日をお送りください。いってらっしゃい。
それでは最後にレイモンド松也 with 馬淵千春初恋紙芝居お聞きください。あなたに憧れ、あなたの背中見て、お嫁さんにしていつも言ってた。いかがでしたか。千春由美子の花の演歌女子力。この歌のアルバムではいろんな番組を紹介していきます。明日の歌のアルバムではエラさんと三上のり子さんのエラとのり子のモーニングミュージックをお送りします。ナビゲーターは私井上舞でした。それではまた明日の朝。